こちら神戸電鉄谷上駅、地下鉄の谷上駅でもあります。その、すぐ出たところにある河川に来ています。こちらから、下流に向かって、撮影始めます。まあ、以前の VTR 見てみなかったらちょっと僕もどういう風に説明していたのかちょっとわからないんで、まあ、向こうの方はだいぶ傾斜角少ないんでなだらかなんで、まあ、どこかにもう位置も作っておけばかなり奥の方まで、水を貯水できると。で、河川の先のところで、ストレートのところで、地下水流トンネル型にすると、まあ、そういうような形が一番望ましいですね。もう少し先まで、撮影行ってみます。一応ね、あちらからさっき撮影してたんですけども、階段降りれるようになってます。で、草で隠れてますけども、まだ階段続いてますので、この階段利用しましょう。これで降りやすいです。まあ、向こうはああいうような形になってますね。ここにも階段あります。基本的に水の流れてる量とか見てもらったら分かると思うんですけども、晴れの日はだいたいこれぐらいです。ただ、上流から全ての、河川の底を整備したらもう少し、水の量は増えると思います。多分そこからどっか亀裂とか入って抜けていってる部分があるでしょうから、それは今まで撮影した内容で、確認してもらったら分かります。先ほどあの辺りから撮影し始めたんですけども、まあ、こちら橋の上です。景色はこういう風なところです。両サイドの高さがあるのは、まあ、この辺りまでなので、まあ、この辺りで門を設置して水を溜め込んだ時に上流どの辺のところまで、水が来るのか水位が来るのかっていうのを、まあ、まず確認したいところですね。で、ここに門を作っておいて、まあ、真っ直ぐな形で、まあ、あちらの地点のところまで、まあ、地下水流トンネル発電を、作ると。まあ、傾斜角はあちらのところで多分段ができてると思うんですよ。だから傾斜角度30度以上で取れるんじゃないかなと思います。それなら上流まで溜め込んでる水だったら結構回転力あるとは思うんです。ちょっと向こうの道から、先進んでみますね。先ほど撮影していたのがあちらの橋の上です。で、こちら、横からもう一つの河川が、流れ込んできています。まあ、こちらはこちらで、まあ、いろいろ調べなきゃならないんでしょうけども、とりあえずさっきこちらの河川を調べます。この辺りもどっか降りていけると、これかな、ここに階段ありますね。降りていけるようになってますね。こういうふうに段出来上がってるんで、先ほど言ったようにあちらの方の門のところから傾斜角30度ぐらいで、まあ、地下水流トンネル発電を、作ると。まあ、そういうふうな形になりますね。で、その後、まあ、なぜストレートで取れるところまで、それで、作った方がいいと思います。1×1 ぐらいでいいと思いますよ。大雨とかは今年兵庫県3回あったかどうかなんですよ。まとまった雨プラス、まあ台風含めてなんですけども、少ない年だったら回数少ないから、通常時の晴れてる日とかのちょっとした雨の日とかを計算に入れて、作る方を優先したいなと思います。なんせ太陽光パネルがたくさん、敷き詰められたら、夕方から夜、まあ、22時ぐらいまで、発電なんとかしてくれたら、あとは原発でどうとでもなると、まあ、そういうふうな考え方ですね。先ほど撮影していたのがあちらの地点です。で、こちらの方にも、サイドから流れてきている河川があります。まあまあ、この辺りも河川の土砂のかき出し、だいぶ必要ですね。まあ、もう少し先まで、撮影します。まあ、門を設置するのはだいぶ先になりそうです。次の橋の地点まで来ました。まあ、距離にして、まあ、数百メートルというところで、ここをスルーして、まあ、多分あちらのあの橋のところですね。水門を設置するところはちょっと先まで行ってみますね。
その後ストレートである程度距離取れるかどうか。高橋橋に来ました、こちらで、まあ、水門を、まあ、こちらの方に、まあ、作るべきですね。で、まあ、あの先ほどまで撮影していたところの、上の方まで、ある程度のところまで、水が溜め込めると。で両方ともがそうなんですけども、その 1×1m で、水門開閉式ダム発電の先のところを地下水流トンネル発電にするんですけども、どちらかあの片っぽに寄せておいてください。で、2つ目作る可能性があります。河川の底とかを整えた時に、全て の両サイドから流れてきてる河川とかの上流まで、全ての河川の底を整えた時に、その水が染み込まないような状態でね、こういう木とかあの土砂とかも全部かき出し終わった後、亀裂とかも補修し終わった後、水量、変わってくるかもしれないんで、あと大雨の時はその 1×1 を2門とも開けるとか、まあ、もしかしたら3門になるかもしれない。で一応最初は1門で様子見て、その横に2門目3門目を、併設できるようにしてください。まあまあこの辺りも 1×1 が、まあ、3門ぐらいになるように考えておいてください。次の橋に来ました。まあこちらはスルーですね。まああの次の門を作るのはまあだいぶ先になると思います。次の橋は久保橋、あちらが上流でこちらが下流です。まあまだこの橋はスルーですね。まだなだらかな傾斜が続きますので、まだだいぶ先になると思います。もう少し、先の方まで行ってきます。次の橋は砂川橋ですね。まあ、こちら、左手の方から、河川合流しています。まあ空いた河川ですね。まあ上流の方が山の町ぐらいのところだったと思います。まあその辺りまで、まあ整備しなきゃならないんですけども、まだここの橋もスルーですね。もう少し先のところですね。ちょっともう少し先まで行ってみます。次の橋のところまで来ました。でこちらのところで、傾斜角が結構あるので、こちらに水門を作りたいですね。両サイドの岸壁のところ、あちらのあの高さまで、まあ階段のところが、まあ、上の方のところまで、浸かるぐらいのところでね、まあ、この辺りで、まあまあ門を作って、そうすれば上流の方まで水だいぶ溜め込めると思います。途中 の合流河川の方もだいぶ先のところまで、水溜めれると思うんで、あとは傾斜角つけて、まあ、通常時のことを考えたらやっぱり 1×1 を、まあ、3本で、普段は1本を使用すると、まあ、そういう風な形になりますね。でこれその先もね、角度はついていそうなので、ちょっと待ってくださいね。傾斜角20度30度ぐらいだったらすぐそこについちゃうかな、どうかな。ちょっと待ってくださいね、見てみます。まあ、この辺まで来たらね、山田町坂本の近くでソーラーパネルと蓄電池を作っているところになるんですけどね、近くまで来てるんですけど、まあ、こうですね、ちょっと傾斜角作れそうですね。だからここそこの、そこにある程度、近づくぐらいで傾斜角ストレート、まあ、距離にして、まあ、50メートルもないぐらいですね。30メートルぐらいで、まあ、傾斜角20か30かそれぐらいで、まあ、そこの底まで斜めにストレートで、できますね。で回転扉を、まあ、10基15基ぐらいは、設置できるようにというところですね。そのトンネルの中でもう少し先まで行ってみます。
先ほど撮影したのが向こうの方なんですけども、この辺大分木伐採しなきゃならないんです。河川の底はまあああいう風な形になっていて、まあ音が聞こえますけども、まああの辺りあの水が流れている、わかりますかね、どうかな、まあこの辺木とかあのしっかりと伐採してもらって、回転扉とかに流れ込まれたりしたらあれですんで、まあ、この辺りはプロの人が行かれた方がいいでしょうね。命綱つけてもらって、まあ、それで木を伐採ですね。これ高さかなりあるんで滑落したら大変なことになります。まあ次の水門はかなり先になるか、もうつくはら湖ドントダウンまで、つくはら湖じゃないか、ドントダウンかな、つくはら湖であってドントダウンか、そこまで流れ込むような形になるかもしれません。ちょっとそこまで行ってみます。次の、橋に来ました。まあ、こちらの橋スルーで、まあ、この辺り竹いっぱい生えてるんで、まあ先ほどの画像で言ってた通り木も伐採しなければならない。で、木を伐採するとするのであれば5月上旬ぐらいで、木を伐採しておけばうまくいけばまだ木が生えてくる可能性があります。まあさすがに急には倒木にはならないと思うんで、何十年も、まあそういう風な形で効率よく、進めましょう。ちょっと待ってくださいね。次多分あちらですね。あちらに門を作るべきでしょうね。あの橋、あの橋ですね。そうですね、そうなりますね。まあ、正直この辺りの河川も今再度あちらから水結構流れてきてるでしょう。で、今までだいぶ合流してきたのに、そこの中心のところの水の量が少ないから、多分こういったところで、あちらの方とかもそうなんですけども、河川の底の砂のところ多分水吸い込んでますね。もうそういう考え方でいいと思います。ちょっとあちらどういう風に行ったらいいのかわからないんですけども、ちょっと待ってくださいね。道探します。先ほど見えていた橋のところまで来ました。こちらですね。こちらに、そうですね、門をこちらにですね設置するような形で、回転扉式ですね。ここはまあ地下水流トンネル型にはしなくていいとは思いますよ。考え方いろいろあると思いますけど、一回ここも門を置いてみて、その貯水量どこから、どの辺まで貯水できるか、だいたいどれぐらいかっていうところまで見なかったらなかなか難しいんで、ここに門を作っておけばそこのところのサイドのところまである程度水貯めれますから、まあこちらですね。門を作るのは絶対こちらです。で、この辺りもね、枯れてる竹とか倒木がすごいですね。こちらの方はかまど発電の方ですね。まあこの近隣で高校がある、まあ高校もしくは一般の民家の方とかにもね、まあかまど発電をまあ認めてあげたりとか、まあこういう風なところから枯れてる竹から順番に、もうものすごい数あります。枯れてる竹すごいでしょ。もうこの辺りだけで数百本はありますよ。本当に。もうこれ全部竹ですか？奥の方のところ倒れてるの。この辺もすごい風でしょ。あんまり奥行きないですよ。5メートルぐらいしかないです。だけどもこれだけあるんですよ。枯れてる竹。で、これはもう絶対倒木します。間違いなく。もう木がもうこんな状態になってますから。間違いないですよ。もう葉っぱもほとんどついてないでしょ。もうこういうのは早めに切って、かまど発電機。で、これもうちょっと正直、大きすぎるから、元気なうちに切って、で、あの辺りとかもやっぱり空洞になってる。で、使える部分は木材加工屋さんで木材として使用してもらうと。まあこういうふうな効率の良い動きに切り替えるべきですね。まあ他にも、古くなっていそうな木とかあったら、伐採するべきでしょうね。一回竹取り除かないと、そこの木とかもわからないですから。まあこの木もそうですね。これも木材屋さんに気にした方が良さそうですね。
こんなもの倒れてきたら大変なことになりますよ。この大きさの木。この辺も竹の枯れ竹。かまど発電認めてあげて、一般人の民家で、冬場、かまどで暖を得ながら発電してもらうと。それか、向こうの方に山田中学校っていうところがあるから、そこでかまど発電を認めて、先生に、発電を任せると。そういうふうな形でもいいんじゃないかなと思います。ちょっと河川、先どうなってるか見に行きます。次の河川のポイントを探してるんですけども、行くと途中なんですけど、ここも枯れてるだけすごい多いです。ここもさっきほどのところと合わせたら枯れてるだけで1000本近く集まりそうですね。この地点だけでですよ。ちょっと山入ったらこういう風な箇所いっぱいあります。倒木とかもう切った方がいいなっていう木も。だからそういうのが放置しているともったいないから、そういうのを早く回収するべきですね。向こうの方もそうです。なんとなく枯れてるだけがありそうだなっていうのはなんとなくでわかるかと思うんですけど、そういうことです。次の橋が見えてきました。ちょっと一回信号渡ります。点滅したか。ここはスルーですね。こういう橋です。なだらかにちょっと傾斜が続いてるんで、もっと先でしょうね。とにかく先まで、撮影しに行ってみます。珍しく鷹が見えるので、鷹を撮影しています。あの辺りですね。見ての通り、ここまで山間部に来るともう周り、山で木に囲まれてるんですよね。で、その元気がなくなってきてる木とか、そういったところを、しっかりと伐採で、あとここ先ほどそこそこ風吹いてたので、こういう風にね、ここの土地がもし何も活用されてないんだったら、風力発電とか置いたらいいと思いますよ。こういうところ。こちら田んぼなんで、田んぼは頑張ってもらわなきゃならないと思うんですけども。結構先ほどの河川の道を歩いていて、風力を受けそうなところはそこそこありましたね。特に枯れてる竹を伐採した後、風通し良くなりそうだなっていうところはありますね。原野原南、違いますね。原野南ですね。こういった標識のある次の、橋なんですけども、こちらもスルーです。次の橋に来ました。で、あちらから階段で下降りれますね。河川の土砂のかき出しだとか、補修のコンクリートだとか。で、そこにもう一つ河川があるんですよね。横から右手の方から流れてくるところ。あちらの方があるので、まだこの辺はね、まだそんなにね、高低差そこまでないから、多分その先になってくると思うんですよね。この橋の、和田橋のその次。昔この辺りもね、秀和株式会社の仕事で巡回してたことがあるんで、ある程度は道知ってるんですよね。向こうの方がどうなってるかとか。ちょっと一旦消します。次前田橋に来ました。で、ここまでね、距離、この前田橋に水門を設置するかどうかですね。河川の底とかをね、きっちりと整備していれば、こんなにね、水の量少なくなるわけはないと思いますよ。いろんなところ、上流も含めてですけども。もうちょっと先まで、撮影してみます。バス停名がちょっとよくわからないんですけども、
と山田小学校前ですかね。まああちらは山田小学校で、先ほど 前田橋がまあ向こうの方なんですよ。であちらに橋があるんですけども、まあどちらの方に設置するかですね。ちょっともうちょっと先まで見て、あと家帰って動画で確認して、どれぐらいのところまで水溜めれそうなのかっていうところを確認しなかったら何とも言えないんで、ちょっといろいろ撮影しながら家帰ってから、そのドントダムどの辺に設置するか、あまあ、じゃあ高川まあ、もうちょっと考え直すかもしれないです。次、越原橋という橋です。まあ、距離にして何百メートルか、1キロほど歩いたかもしれません。まあ、なだらかな、河川ですね。もう少し向こうまで撮影します。先ほどあちらの橋を撮影してたんですけども、あちらに合流河川があります。ですので、合流河川のところも水溜めたいんで、次もう置くとしたら次の橋のところの方が良さそうですね。だから間のところの橋は一旦据え置いてもらって、この次の橋のところぐらいですね、まあ前田橋とか、その2つ前ぐらいのところの橋とかも、据え置きにしてもらって、まあちょっと一回ある程度のところに設置してみないことにはっていう部分ありますね。正直もうちょっと向こうまで行ってみます。先ほどの続きです。あちらからすぐ近くに、橋ありました。金属製の橋桁なんで、橋桁というか、橋なので、まあ相当丈夫そうですね。まあこの両サイドもやっぱり枯れてる竹とかいっぱいあります。ここですね、ここにも設置ですね。まあ高さもそこそこ、高いところまで持ってこれそうですね。両サイド、岸壁工事してあるみたいなので、これでかなり上流のところ 2-3km のところまで水溜めれると思います。もうちょっと先まで見てみます。まあちょっと今のうち渡って行ってみましょうかね。あ、階段ありますね。階段あって降りれますね。あ、橋の中央まで来てみるとだいぶ違いますね。高さどんなもんでしょうね。向こう2つ目の橋のところぐらいまでかもしれないですね、貯水できるの。それぐらいみたいですね。ちょっとここにこれだけの傾斜があるってちょっと計算入ってなかったので。あ、ちょっと待ってくださいね。考え方によってはそこで作って、まあ地下水流トンネル型、まあ傾斜角度45度ぐらいのものをまあこう設置するような形ですね。まあ、大雨の時含めて 3から4本、5本ですね。でその先のところで大型の回転扉を置くかどうかですね。河川の水の底までしっかり上流部分、花山のあたりのところから各河川がしっかりできていれば集まってくる水の量がだいぶ変わると思うので、まあここに大型の回転扉を置くかどうかですね。だからいろんな考え方があるんですよ。通常時がとにかく発電夕方からしたいっていう部分があるので、太陽光パネルのところでかなり出来上がったら、そこの横のところのそこのところを通常通路として、まあ使っておいて、で大型の回転扉がその横をこう水が通過するような形で通常時
置いておくと、そうすれば抵抗は生まれないんで、その横を水が抜けていくんでね、大雨の時だけ水が当たってくれたらいいんですよ、大型の回転扉に。そういうことになってくるんですよ。だからここで今喋ってる内容はすごく重要で、他の河川もそういう風なタイプにできるだけ、しておきたい。大雨の日ってあんまりないから、年にその大型の回転扉が回るのが、だから年に10日ほどぐらい、だいたいそれぐらい。まあ一応まとまった雨が降ったら2日ぐらい、ある程度の水の量が流れてきます。この通常流れている水の量の、100倍ぐらいの水の量が、流れてきますんで、まあその時だったら大型の回転扉を回せるかな。まあ高さがね、あの両サイド見てもらったら分かると思いますけども、まあ2メートルが3はなさそうですね。だから高さが3でしょう。で両サイド横に通常の水が通る通り道をつけておいて、で中央にシャフトがあるでしょう。っていうことは水が当たる部分が、だいたい横幅3メートルか4メートルぐらいなんですよ。だからそれぐらいだから、あ、まあ回るのは回ると思いますよ。まあ、ある程度のところまで、大型回転扉は後から設置するものなので、先に、水門と、地下水流トンネル、回転扉発電と、まあ、回転扉の両面を進めていくと、まあ、そういうことになります。次の橋に来ました。まあこういう風な形でちょっと蛇行しながら、まあ、流れてるっていう状況ですね。で、これだけ蛇行していて、特に水害のニュース長年見かけてないです。何十年と。っていうことは、ここのカーブのところに当たってる水の量っていうのはあんまり大したことないんだと思いますよ。だからそんなに大した水の量は今まで流れていなかったっていうことになります。だから大型の回転扉を置いても、まあ大丈夫だという根拠になってくるかと思います。もうちょっと先まで、行きます。先ほどの撮影地点から、約1キロほど、歩いてきました。まだダムはまだ向こうの方みたいですね。で、こちらの河川のサイズがやっぱり、こういうサイズですので、ね、まあ、先ほど言っていた大型の回転扉を置くのに、先ほどの場所が適していたと、まあ、こういうふうなことになってきますね。で次の回転扉なんですけど、あちらの橋、まあ、回転扉、水門、まあ、水門の方ですね。水門を設置するのは、あちらの方が良さそうですね。横に、合流河川がありますので、わずかですが、まあ、貯水量ですね。貯水量をこだわっていきたいので。まあ、河川の土砂のかき出しは、だいぶ必須になってきますね。で、まあ、いろんなところで多分水がだいぶ吸われてるんだと思いますよ。地面の中に吸い込んで。で、そこから、地下が空洞化していって、で、一斉崩落が発生している可能性が、これは非常に高いと。河川の底ですね。京都なんか特にそうだと思いますよ。一回水門作って土砂のかき出しを行って下をコンクリート化することによって、地下の空洞化を防いでいくと、まあ、こういうふうな形になります。そうじゃなかったら、まあ、ああいうふうな小さいところからも水流れてきてますし、それまでの地点いろんなところで水流れてきてるんですよ。だけども水量ほとんど変わってないでしょ。だから水抜けていってますね、まず間違いなく。だからそれによって河川の工事をすることによって、通常時でもまあ夕方それなりには発電量を期待できると、太陽光パネルをだいぶ設置した後ですよ。まあ、それでまあ電気乗車化が進んで、でどうなるかっていうところもあると思うんですけれども、まあ火力発電所、原発以外は基本的には止めておけると。まあ特に、春と秋は、まあまず止めておけると。まあこういうふうなことになってくるかと思います。一応まあ坂本という交差点には来ましたね。山田
町、坂本はもう少し手前だったような気もするんですけども、地図で見たとき、ちょっとね、どこに蓄電機を作ってるのか、はっきりとよくわからないというところが、率直な私の意見ですね。秀和株式会社のある、ああいう山の上の奥の方の北神戸店のあるところの近辺に作ってるのかもしれないですよ。信号変わってるので信号渡ります。先ほどの信号ですけども渡らないで多分この道だと思いますね。左側行くと六甲国際ゴルフクラブということみたいなので多分こちらをまっすぐでしょうね。多分ですね、向こうの方は道はなさそうなので、ちょっと待ってくださいね。渡ってそこかな、その道かな、こっち行ったら違うとこ行くかな、ちょっとよくわからないですね。向こうのその細い道の方を一回選択してみますね。こちらが河川なんですけども、河川の両サイドのところの木とか、食ってるところから中心に、木買ってもらって、あとここから山の中に入っていけるアスファルトの道があるんで、木材いるようだったらこういうふうなところに行ってきていくのも手ですね。河川の底のところに木がたくさんあるんで、まずはそういうのを普通に使用する木材として、伐採する、まあ、そういうふうな形で海外からの輸入の木材なんかまずなくなりますよ。橋の位置がこちらなんですけども、先ほどの場所に、水門を設置したのであれば、その前の撮影の時に言っていた場所であれば、ここはスルーですね。ウイズ橋と書いてますね。まあ、この辺のところもなんかこう水が抜けていそうな気配ありますよね。まあドントダウンまでどれぐらい行けばたどり着くのかっていうところで、まあこの辺にも民家は一応あるんで、まだ住んでいらっしゃる人とか農業を続けられる方いらっしゃったら、そのかまど発電売電認めて、まあ若いうちから家建てておいて、そこで冬かまど発電で発電しながら、まあこの周りにまあ木とか簡単にかき集められますからね。いくらでもありますよ、木なんて。で、誰かが気に入ったり、ああいう風に倒木がいっぱいあるでしょ、落ちるでしょ木が、あの辺木が落ちるんですよ、いろんなところに。で、燃やすか何かしなかったら無駄になりますから、もったいないんですよね。ちょっとさっきまで撮影します。次の橋が、あちらの橋です。こちら、筑原サイクリングという看板が出てるところです。まああちらはスルーで、次行きます。先ほどスルーと言ってた橋があちらで、こちらからが、筑原湖と呼ばれる湖だと思います。まあ今10月上旬です。まあ夏場越えた後ですからね。まあ雨もあんまり降ってなかったですし、でもともとこの辺に木が生えてるっていうことは、そこまであんまり水位は上がったことがないっていうことになります。だからまあ太陽光パネル付帯式などを置いて蒸発するのを防ぐというような形を採用しなかったらっていうことですね。あと両サイドをしっかりと岸壁工事をしておいて、まあそこから水が抜けてないかどうかとかも、早い段階で河川のその水門で一回閉じた時に、水貯水してる間に、まあこちらの方を一応整備したりとかする必要があると思いますよ。まあこの辺の木とかは全てかまど発電域ですね。だいぶ弱っていそうなんで、中途半端な位置にありますからね。以上です。美濃谷駅の近くの、まあ、花山から、谷上を駅を沿って流れてきている河川が、まあ、向こうの方で、あちらの合流している河川の方を、今歩いてみています。
もう向こうの方に、水門を、合流した先のところで作っておいたら、追跡するもんは、まあ、その辺りになってくるでしょうね。で、まあ、相当、水の量が少ないので、まあ、水貯水してから20センチかける20センチの水門と、まあ、川幅いっぱいの大雨用の回転扉を用意しておくでいいと思いますね。先ほどの位置に作っておけば、ここからまだもうちょっと向こうまで水溜めれると思います。で、そこから先はどうかな、もうちょっと歩いてみます。先ほどの河川の上流が、まあ、こういったところですね。あちらが美濃谷駅の近くです。まあ、この辺りに、まあ、ダムみたいな形で作ったらいいんじゃないかなと思います。まあ、そんなに大して水は流れてきてないです。もともと。まあ、貯水しておく用のものですね。以上です。あちら、美濃谷駅なんですけども、今、まあ、何か干ばつが行われているみたいですね。その青い竹残してくれているのかどうかですね。枯れてる竹をさっき切って、多分港の方にバイオマス発電か何か作ったか何か、もしくはゴミ焼却場もバイオマス発電でしょう。まあガスとかで燃やすぐらいだったら竹とかで燃やしてゴミをっていう考え方にもなりますし、まあどういうふうな形で伐採してるかですね。もともと私の発想の方がいいと思いますよ。若い頃からエネルギーの残存量問題をしっかりと学校で教育しておく、そういうことの方が重要です。